はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、今回もドラゴンクエストビルダーズ2の、開拓島3つ目になりますね、パイパイデカミトをやっていきたいと思います。コンセプトは土ブロックで見せるということで、土ブロックを使いつつね、まあちょっとだけね他のブロックを使ったりとかっていう風に、まあメインは土ブロックで作っていくという企画今やっております。でね、前回の生放送に来てくれた方、そしてね特にコメントくれた方はね、ありがとうございました。いつも見に来てくれている方に踏まえてね、その時に初めてコメントくれた方かな、多分僕がちょっと存じ上げなかった方とかも来てくれて、でその方はねチャンネル登録もしてるよなんて言ってくれて、改めてね見てくれてる人がいてよかったなっていう風に、感じさせていただきました。ありがとうございます。はい、で前回その生放送の最後に作ったエリアっていうのが、今ご覧にいただいているこのね毒のエリアかな。そしてこの真ん中は綺麗な水で作ったっていう、まあ、ミゲルさんのね泉となってるんですけども、まあ、ミゲルさんの泉って何ぞやっていうとですね、まあ1の体験版の頃から見に来てくださってるリスナーさんの一人なんですけども、まあ、その方のなんか本当にね適当に作ったような泉っていうのをビルダーズの1で作ったんですよね。でその時生放送でやってた時に見てた方が、ミゲルさんの泉なんてあったよねっていうことで改めてね、作りました。でね、このなんかこう大木のアーチだったりね、まあ、こういった諸々のデザインっていうのは本当1の体験版の時によくやっていた手法なんですけども、まあ、そんな懐かしい作りっていうのをね、やってみました。まあ、いろいろとね楽しいお話をさせてもらって、久々の僕一人の生放送だったんですけど、すごいね楽しかったんで、1時間ぐらいで切ろうかななんて思ってた動画だったんですけど、2時間ぐらいやらさせてもらって、でまあ本当に最後まで付き合ってくれた方もいて、本当に楽しかったです。そういう感じでね、今後もまあ僕一人になってしまう時もあると思うし、ヨーダがこれそうだったらヨーダも呼んで、生放送もまたね、時間とか折り合いつけてやっていこうと思うんでね、今後ともぜひよろしくお願いします。でね、チャットとかにねコメントくれるとすごい嬉しいんで、まあもしよければなんですけど、お付き合いください。はい、でその引き続きなんですけども、まあちょっとね今ね見えちゃってるかもしれないんですけど、今回はねまたエリア別になんかこう景色を変えていこうかと思って、ちょっとだけ、まあ、1時間ぐらいかな作業しておきました。まずここがですね雪のエリアなんですよ。ただね住人が来るかどうかっていうと微妙であって、通ってるところはあまり見たことがないんで若干空気なんですけど、まあ、こんな風にね雪のエリア作りました。生放送の時にマイラガーライアみたいな感じで作ってみたらっていう風に言われてたんですよ。で僕ちょっと検索してマイラガーライアのこう景色とかっていうのをこう調べてみたんですけど、なんかこううん、インスピレーションがあまり湧かなかったんですよね、雪のところは特にね。はい、でちょっと待ってね。でここがね商人の、武器屋さんになってるんですけども、ちょっと地面だけこんな風にね変えてみました。はい、で通りやすくするためにもう一個扉を増やすということでここにやったんですけども、まあ、この先ですね、はいドン、ちょっとねこっちは雪のところよりこだわりがあって、まあ、より一層こうマイラガライア風になったんじゃないかなって。マイラガライア、マイラガライアといえばねお城、この青い壁で作ったお城があって、でこの溶岩に囲まれてみたいな印象だったので、この青い壁、お城の壁を使いました。でねどうしてもやっぱり建物自体は土ブロックでっていうのが僕の中の縛りだったので、この青い壁でね建物自体は作らなかったんですけども、まあ、こんな風にね道路として作りました。でねこっちの方にまた溶岩だったり骨だったりっていうのをね置いてやりました。
こっちの方は本当にね、作業はもう淡々と進みましたね。うん、頭の中でも、あ、こういうの作りたいなっていうのがあったんで、はい。こんな風になっています。またね、このガラリと変わるのがいいですよね、景色がね、ボーンって。はい。まあ、こんな風にね、ちょっと、僭越ながらね、エリア別に作ったりとかしてみました。ちょっと生放送の時にも言ったと思うんだけど、広すぎてなんか殺風景だなみたいな風に僕は感じてたんで、そこをこう今回ね変えれてよかったなって思います。毒のエリア、そして雪マグマという風に分けれたんですけども、まあ、この毒の沼とかっていうのはまたリムルダール風の時にいいかなと思うんですけど、まあ、僕が今一つ悩んでるのはリムルダール風のところを作るにあたって、毒に侵された時のリムルダールか、あるいは毒から浄化されたリムルダールかで若干悩んでて、うんね、画像とか見たりとかいろいろしてるとやっぱ浄化した後の人がやっぱり多いんですよね。で、まあ、ワンの画像が多かったんですけど、やっぱりちょっとどっちにしようか悩んでいて、まあ、それが決まるまでは、まあまあまあ、いくらでもね、土地面積あるんで、また考えていきたいかなって思います。あとは位置ですかね。この毒沼と、そのミゲルさんの泉のところに近づけて作っちゃうとちょっと被っちゃうから、またこのね、マップ上の右側、南側ですね。コンパスのね、南側、サウスって書いてあるところね。右側に、まあやっていくのかとかっていうのをちょっと考えて、バランスもね考えていかなきゃいけないかななんていうふうに思っています。はい。で、まあ最後になりますけども、ここ今ねちょっと考えてて、あまりにも商人以外が住人こっちに来ないということで、まあ、簡単なね宿屋さんを作っておこうかなと思います。はい。一応この動画をね撮るにあたって完成形に近づけておきました。あ、ずれたな。多分住人たちが拍手してくることはないだろうけど、はい、できました。はい、誰も来ませんね。あれ、でもなんで兵士の宿舎になっちゃったんだろう。ちょっとあれかな、やっぱ武器系統が多すぎたのかな。俺予定ではね荒くれにするつもりだったんですよね。これになっちゃったのか。武具が多いのね。アラクレの宿屋にするためには、まあいっか、これはこれでね、よしとしましょう。はい。こんな風にねできたんで、またねこう夜に NPC たちがね使ってくれるかどうかを期待したいね。ただね、あそこの武器屋さんに商人が歩いてくるってことは、まあ多分なんだけど来てくれるんじゃないかなって俺はね淡い期待を現在ねしているんですけど、どうなんだろうな。まあ、そういった観察みたいなのはね、まあ改めてしようとは思うんだけども、よし。では、とりあえずね、今回は一度ここでお開きにしようと思うんだけども、まあまたね、ぜひともね、生放送遊びに、来てください。まあ、Twitter とか、もう一応僕やってるんで、YouTube のね、まあ、概要欄に僕のアカウント書いてあるんでね、まあ、見に来てもらえればなと思います。まあ、ビルダーズ以外にもね、なんかこう、フィギュアだったり、ぬいぐるみだったり、飯だったりって言った、そういったちょっとプライベートな感じのことも書いてあるんですけどね、まあ良ければね見に来てくださいということで、そちらの方もね金がねよろしくお願いします。じゃあまた、次回動画でお会いしましょう。
サムネ用の写真でも撮りますか。よいしょ。はい、では、ご視聴ありがとうございました。